2週間干してみた熟成っていうのかな、赤城汁。2週間外で干してみた赤城ヒグモも3センチ食えるかどうか試食、うん、うまい。なんだろう、ちょっとベーコンっぽいっていうかゲットしてて、うん、いいな、なんか好みの味。3人が到着した。天気がいいので外で焚き火をしながら干した大根などを焼いてと思ったら、ずいぶん寒そうで、あったかいのに寒いという。まあ中で小山さんが寒いって感じることを知りたい、逆にめちゃくちゃいい。すごい、こんな熱いお湯出るんだバカにしとんのかすごい、今これ使ったらめっちゃ最高だと思う。足入れた方がいいですよ。足もう入れちゃってください。かなこさんもぜひ。よかったら。仁王立ちなんか沼から上がってきた風呂上がりの天使みたいな。最高こんなあったかいお湯出たんですね、軽井沢。出ますよ。あの軽井沢じゃなくて北軽井沢。北軽井沢だいぶ聞こえてた。それで篠原さんはそれに対して最初この字の屋根のないある空間を設計して、うん、でそれ の、 実施設計まで書いて、ほぼそれで行こうってなった時に長谷川逸子ってその篠原さんのところ の、 設計士の長谷川逸子が体を張って止めたっていう話と、うん、それから篠原さんが秋なのかなの頃に現場に来て、この字で区切ったはずのその空間がなんか落ち葉でね、うん、まあ、結局同じようなもう埋め尽くされていて、うん、外とその区切ったつもりでいたところが同じ落ち葉の空間になっていて、それでちょっと考え方を変更して、で、屋根を上げたっていう。あ、そうなんだ。そう、考え方としてあそこは表っていうか、ちょっと表っていう。あ、そうなんだ。おお。好奇心しかないよね。いや俺ね、孤独なんて、うん、別に孤独を積極的に取りに行こうなんていうような発想ってもともと感じた経験ないんだけど、うん、でも今はなんか孤独とかをどうやって自分がなんていうか積み上げていけるかみたいな気分が すげえあったりとか、うんうん、
すいません、そんなソファでくるみ割ってリスか、リスか、ラッコの